新発売の M5 スタックカードキターを購入しました。早速開封とレビューをやっていきます。カードキターの名前の通りカードサイズで持ち運びによし、手のひらに乗る可愛いサイズです。コントローラはスタンプ S3、 バッテリーは大小2つ付属しています。後でバラして確認しましょう。手元のポケコンと比較するとこんな感じです。裏面にマグネットがあり結構しっかりくっつきます。56キーのキーボード、小さいですが押し心地は良く US 配列に近いのも嬉しいポイントです。 240×135 ピクセルの TFT 液晶も綺麗です。マイクとスピーカーもついてます。左側面にはグローブ端子、 5V のインアウトのセレクタがあります。上側面にもボタンとマイクロ SD スロット、赤外線送信ユニットもあります。電源スイッチはスライド式です。デモプログラムがいくつか入っています。マイク入力と録音再生のデモが入ってました。もう1台あれば ESP Now で友達とチャットもできます。分解して中を見てみましょう。レンチは付属しています。まずはベースと本体を分解。大容量のバッテリーはベース側にありました。コネクタでつながっています。本体基板との接続は保護ピンのようですね。スタンプ S3 を外してみます。先に表のボルト2本を取ってスタンプ S3 を少し浮かせて隙間から慎重に外します。結構しっかり止まっているので要注意です。液晶とはフレキシブルケーブルでつながっています。液晶の裏に小さい方のバッテリーがありました。中身はこんな感じです。コネクタが多用されているので交換などは簡単そうですね。サイズよし、機能よし、拡張性よし、これで5000円なら買いです。皆さんもぜひ買って遊んでみてくださいね。